おいすこんにちは、アメリです。ということで、今回は、ちょっと遅くなったんで、もう手遅れな方がいるかもしれないんですけども、もし、未だに、石井ヤマピーの記念ですね、888ランクいった記念で88個の魔法石をもらえて、使い道に困ってると、どうしようかなって迷ってる方がいたら、その方たちに向けた動画になってますんで、もし、フェイトコラボとか引きましたよっていう方も、まあ、でも良ければ聞いていってください。使い道について、まあ、いろいろね、いろんな方たちが考察してると思うんですけども、私はもう、1点に絞りたいと思います。ここで使ってくれっていう1点に。まあ、実際、1点、かっこもう1点みたいな感じなんですけど、まあ、2つなんだけど1つみたいな感じです。で、もう、何かっていうと、言いますよ。7周年の、スーパーゴッドフェス、多分名前は7周年記念スーパーゴッドフェスだと思う。それに使ってほしい。絶対にめちゃくちゃいいキャラが揃ってる。魔女とかがいっぱいいる方たちはまた別の話なんですけど、特に始めたばっかりの方とか、強いキャラがあんまり揃ってないとか、リーダーとかがいない方、闇メタとかお持ちでないとか、そういう方たちはスーパーゴッドフェス、今からも来るんですけど、今から来ますじゃないですか、スーパーゴッドフェスが、あのヤマピーのイベントで1月21日の10時からですか。ただ内容がまだ発表されてないと、まあ、この内容次第かもしれないんですけど、7周年とヤマピーの888、どっちが大切か、そりゃ7周年ですよってなるんで、だったら7周年はもうウルトラスーパーゴッドフェス来るんで、もう動くキャラしか出ないっすよみたいなね。石10個以上使うかもしれない、石20個使うかもしれないけど、確定でもうほぼほぼ2回に1回魔女出るみたいな、もうそれはちょっと思ったけど、そんな感じのガチャが来るんじゃないかと思ってるので、88個って結構あるんでね、あの置いとくのもいいと思います。ただ一つ言えるのは、7周年になったから、じゃあ魔法石も配ろうねが来るんですよ。これもあるので、実際使ってもまた、キャッシュバックされる。キャッシュバックっていうか、まあ、帰ってこないんですけど、88個は。まあ、88個以上の魔法石がもらえるでしょう。そんな77個、まあ、77個か。77個っていうのはなんかあるかもしんないけど、でも実際100個配ったからね、今まで。100個以上配っていいんじゃないって感じ。ね、77×2 で154個ですか？それぐらい配っていいんじゃないかなって思ってるんで、まあそういうイベント来ると思うんですよ、正直。だからもしも、すぐ強くなりたい方は、7周年のスーパーゴッドフェス、アンケートは取らないかな、スーパーゴッドフェスに期待しといた方がいいんじゃないかなと思っております。あと、まあこれ関係ないですけど、シバドラとかも動くんじゃないかなって思ってるんで、ラードラとかヨミドラ、あの辺が今ちょっと息してないんで、もうオデドラ以外みんな息してないんで、ヤッホーみんな息してるみたいな感じになってるんで、もうオデドラしか息してねえよみたいな感じになってるんで、ちょっとその辺動くんじゃないかなって思ってます。あの辺動いたら強いね。オデドラとかめっちゃ強くなりそうで、ラードラの時代は帰ってくるのかっていうね。あと、カッコ1でもう一つありますよって言ったのは、ボックス拡張に全部使うのはちょっとあれかな、ボックス拡張に使うことですかね。あとはまあスタミナ回復、そういったサブカル的な面って言ったらいいのかな、こうガチャを引く以外の面で使う。ボックスは正直もう何千と開けてる方はそんな開けなくていいんですけども、特に最初の方の方はどうしてもボックス拡張に石使いたくないとは思うんですけども、結局将来的なことを考えた時にボックスはマジで拡張しといた方がいい。これは本当にもうキャラが増えていくにつれて売らなきゃいけなくなっちゃうからね。まあ最近はいろいろスタック化されてボックスも空きができるようになったんですけど、でもやっぱり同じキャラね、例えばマドゥだったらマドゥが2体ね、こう一緒掛け2とかなると嫌じゃないですか。なんでもし、ね、いいキャラいっぱいいるのになんか売らなきゃいけないよっていうことになっちゃうと悲しいので、ボックスは余裕を持っとく。よく言えばもう100は常に開けときたいかな。そんなに開けなくてもいいかもしれないけど、私は常に100は絶対に開けるようにしてます。何かあった時のために、こいつめっちゃ集めようとかなったらあれなんで。ってことで、まあボックス拡張に使うか、7周年のスーパーアンケートゴッドフェス、アンケートって言っちゃった、違うよ、運営の方じゃないからね、僕は別に運営のあの売らしてるわけじゃないから、アンケートはないと思うけど、あのスーパーゴッドフェス、7周年記念スーパーゴッドフェスか、それかボックス拡張に使ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、この今まだ詳細未定のスーパーゴッドフェス第、この第2弾って書いてあるヤマピーのやつね、イベント、これもの内容にもよりますけども、でもイデアルとか入ってくるんじゃないかなって思ってるんですよ。7周年のやつは流感死刑、もうコットン、ネイ、イデアル、もうその他もろもろみたいな、もう石10、まあ、10個だったらいいね、20個かもしれないけどね。
で、まあ、その辺出ますよっていうのね、もう今日から動く極性、みんな極性スキルマレベルマックスフル覚醒ね、もうもしかしたら潜在覚醒つけてはないかっていうのが来るかもしれないので、そっちを、期待していいと思います正直。いやもう、いや全然いいイベント来なかったじゃねえか、おいクソメール死ねよみたいなこと言われてもいいよもう。なんでもしまだ石余らされてる方は7周年まで大事に大事に取っといても損はないと思うので、もしもクソみたいなことですが来た場合は、もっと置いときましょうその後のもうだったら普通のその後に来るスーパーゴッドエスで引いたらいいと思います。ただ7周年は絶対いいイベント来るんで、そこにね、期待、ヤマピーに期待しときましょう。私もそこで思いっきり引く予定で、石というかまあお金は温存してますんで。では皆さんはどこで引きますか。もちろんフェイトコラボで引いてもいいと思います、フェイトが好きな方は。ただハゲ散らかすと思うんで、金玉ゴラッシュでね、そこは、自己責任で。ということで皆さんどういうところで使ったらいいと思うか、よかったらコメント欄までコメントしてみてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。